帯状の細長い画用紙で菊の花を作りましょう。今回は四つ切り画用紙1枚から16個の花を作る方法をご紹介します。画用紙を縦横4等分にして16分の1の大きさにします。元の画用紙の大きさにもよりますが、今回は縦約 9.5 センチ、横約 13.5 センチになりました。これをさらに細長く8等分にします。色画用紙の細長い切れ端がたくさんある場合は、同じぐらいの大きさに切ってお使いください。画用紙をまず細長く半分に折り、一旦開いたら折り目に直角になるように半分に折ります。それをさらに半分に折ります。この折り目で4等分に切ったら、さらに細長く半分に折って、同じ幅の紙帯を8本作ります。そのうちの4本を図のように切ります。まず紙帯を半分に折ったら、折り目の方から斜めに切ります。そして角を丸く切り落とします。こんな風に切ると花びらの大きさが小さくなるので気をつけましょう。実際に切っているところです。3分の1くらいのところから真ん中あたりをめがけて斜めに切ります。角を丸く切ります。4枚とも切ったら重ねて開きます。花びらの真ん中に人差し指を当て、つまむようにして半分に折ります。1枚ずつ切るのが面倒な場合は、重ねてからよく切れるハサミで切っても構いません。しっかり重ねたら端を切り揃えて、あとは同じように切っていくと4枚一度に作れます。開いたら先ほどと同じように半分に折ります。4枚セットを2つ作ります。花びらの真ん中に糊をつけ、十字に貼ります。次にその間に×印になるように重ねて貼ると、花びらが8枚の花ができます。もう1セットも同じようにして作り、真ん中に糊をつけて、下の花びらが間から見えるように花と花を重ねて貼ります。この時立体感が出るよう花の中心だけを押さえてください。黄色の色画用紙を丸く切ったものを真ん中に貼ります。黄色の丸シールを貼ってもいいです。最後に画用紙で作った菊の葉を花の裏側から貼り付けて出来上がりです。たくさん作って飾ると華やかになります。ピンクや紫などの画用紙で作っても綺麗です。黄色の画用紙を使う場合は、中心の丸をオレンジにしました。花を色ごとにまとめて貼ったり、剣貝作りのようにしたり、一列に並べたり、間を空けて散らしたりと、飾る場所に合わせて工夫してお使いください。